さあじゃあ続いてのお題をよろしくお願いいたします、はい、真ん中からいこう。ここだ。こちらです。推しキャラクターとその理由。推しキャラクター、推しね、むずいな。みんないいんだよな。推しキャラクターっていうのはこの4人の中で、4人の中でじゃないですか。この4人か。推しキャラクター、トミーはやっぱいいんじゃないですか。トミーいいっすよ、中ではやっぱり、なんかなんていうの、そんなに嫌な気はしないですよね。うん、安心して見てられる。うん、トミー来ると安心しますね、確かに。そうそうそう、人としては別に他の人たち結構ヒヤヒヤしません、うんうん、何言っちゃうんだろうとか、何やっちゃうんだろうとか。僕でも推しカップルはレイジ君たち。あ、本当ですか。あ、そう、あ、カップルで考えると、カップルとしては、まあ、そう、チャーミングっすよね、うん、なんかすごいいいカップルなんですけどね。マジで、ただ相当ヤバい人っすよ。まあ、確かにあのサプライズのやり取りとかはいいですよね。いい、はい、素敵なカップル。ああいうのがあって、まあ、よかったなって感じしましたけどね。そうっす、うん、倫理的に見たら一番ヤバいっすよね。うん、確かに。あのシーン見て、あのグリルズ欲しいってマジで思って。結局グリルズ作ったんですか。そう、あの作りにタイミングで、そうタイミングあの希望的観測を持って、うん、あのグリルズを作ろうっていう話になったんですよ。そう、欲しくて。そう、いろんなデザインできますからね。本当にイカれてるんですよね、作られてる。本当にいっぱい持ってますよ、自分は。今もあるっすけど、一応なしにしといた方がいいかな。そうなんです。どっちでも別にいつでもつけれるんで、指輪と一緒の感じなんで。もうアクセサリーとしてってことですか。はい、めっちゃいい。確かにグリルズは持ってないな。欲しくないですか。ちょっと欲しいっすよね。うん、モッチョグリルズ。あ、みんなの記念で。モッチョグリルズ、文字とかも彫れるんで。あ、あ、文字を入れる。てかもう何でもできますよ。へえー、はい、ちょっとグッズ作ってほしいですね。ね、確かに。確かに高いグッズだな。受注生産、手間かかる。推しキャラ、そうですね。いや、僕も一緒かな。やっぱ3人が本当になんか見ててヒヤヒヤするんですよね。だから確かにトミーが画面に出てくるとよかったって思うんですよね。なんかまだまだですけどね。でも俺慎太郎も好きだけどな、やっぱ癖が偏ってて。慎太郎、いや、そうなんですよね。いや、なんか慎太郎、みんなカップルじゃないですか。ああ、確かに、確かに。あ、確かにね。それぞれそれぞれ愛すべきポイントはありますけど、トミーが一番安心するという結論です。安心感ではナンバーワンですね。それでも一番切ないですもんね。いや、切ない切ない。はい、まあ、クズ男4人集まりまして、で女性も4人いらっしゃいまして、本当に8人いたら8人違う。で、確かにクズと言われればクズかもしれないんですけど、愛すべきポイントがたくさんあって、それが本当にかけがえのない可愛らしい8人の恋愛劇となってますので、ぜひ皆さんもご自身と照らし合わせて楽しんでみてください。ということで、モッチョ座談会終了になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね、荷物持ってくれて。うん、ちょっと横になる。ええ、あ、いや、私手とか洗ってないから。俺も洗ってないから大丈夫っしょ。僕くらいしかくれる人いないでしょ。七瀬ちゃんがよくできてんだから好き好き。自分の罪悪感減らさないでよ。毎日生きて生活していくことってもっと楽じゃないことだから。泣いてないで早く出てってよ。月も遠くに、終わり。ちょっと待って、これ絶対明日になったら後悔するやつだよ。これで終わりにしたら今までと同じでしょ。いつだって私が何かを飲み込めば、多くを望まなければ、私たち4人の意地と根性でもっともっともっ